ハローアースノイド。陸眼輝くにはシールドで、バルバトスウル星に対する、ネットの反応をお送りするよ。プベラ、陸戦型くんが一体何をしたんだ？でかい筒を抱えたガンダムを見ると輝かせたくなって仕方ない陸戦型先輩。輝きだのなんだのやかましいんすよ。陸戦くんは台が刺さっているので吹き飛べない。あのピンクのやつ、しっかり盾で輝かないから死んだんだよ。薄汚い火星ネズミって言われた。鉄拳のウルフェンス。相手本当に陸戦先輩、この後目が赤く光ったりしない。エグザムシステムスタンバイ。宇宙用バックパックがないから3号機くんじゃないよ。はぁ、オルフェンズくんが荒れるのも無理はない。脚本腐り切っとった。オルフェンズくん、オルフェンズキャノンくんのことで気落ちしとるんか。オルフェンズキャノンってちょっとかっこいいと思ってしまったかっこしの感。おじき、Gガンダムくんの時みたいにオルフェンズくんを助けに行ってあげてくださいよ。おっちゃんからのせめてもの差し入れや、南紀者ザクをほふってきた盾屋で、立てないからフラウロスくんへの攻撃阻止できなかったんやろ。これでみんな守ったれや。おじきそんな古いものを、酸素欠乏症にかかって。ナノラミネートしてない盾なんて、そもそもあいつら盾貫通するような武器撃ってくるんですわ。盾を防御だけに使うやつは素人やで、視界を遮ったり攻撃の起点に使うんや。オルフェンズくん、盾はな、相手を殴り殺すために持つんやで。盾はドンキやで、身を守るために使うなんて考え方古い古い。ガンダムのおじきの盾はキュリオスくんとかの盾と違って、ただ全力投盾するだけのシンプルイズベストなウェポンなんだよな。別世界戦の派生機であるサンダーボルトガンダムくんは、盾でザクの腕を押しのけてコクピットにサーベルぶっ刺すし、RX78 系の盾は見た目に反して攻撃的すぎる。自分は両手武器が基本なんで盾は邪魔なんすわ。防御なら今尻尾ありますんで。なんでや君の相手してる黒タイツくんは盾を有効活用しとったで。タイツが何のことなのかマジでちょっと考えたわ。おじきの時代は当たり前のように盾に爆発物仕込んどったやないですか。受け取れませんわ。堪忍して使わさい。しゃあない、わし以上のシールド名人のユニコーンくん、手本見せたれや。いやあの僕もこいつらなんで動いてるのか知らんのですわ。ぶっちゃけ怖いんすよ。ちなみになこれこうやって剥がすとな、2枚になってんねん。いや嘘でしょう、どう見ても1枚の盾なのに2枚あるわけ。今なら2枚が1つになる G アーマー仕様でお得やで。なんならシードガンダムくんの盾なんてどうや、ビーム弾く優れものや。いや、今の自分の手の形状的に盾は持ちづらいんですわ。それに俺らビームならペンキで防げてますんで、その。シールドは多ければ多いほどええんや。デルフィング盾は全身に貼り付けて質量でゴリ押しするためのものだろ。ゼータのおじきなんかい歌ってください。あ、ダブルゼータのおじきなんかい歌って、あ、乳がんのおじき、あ、あかんおじきらシールド持ちばっかりじゃ。サリとテジーガンのおじきは格闘技の講釈始めよるからめんどくさい。あかんわこれ。ゴッドの兄は盾なんかいらんいらん。分身して全部受け止めろとか言い出すしな。やっぱり分身やで。分身すれば敵の攻撃を防げるし勝てるっちゅうわけや。オルフェンズくん、最近手大きくなったんやってな。ターン X 見たくシャイニングくんやゴッドくんになんたらフィンガー教えてもらったらいいで。ついでにオルフェンズくんはアイノスのなんたるかをゴッドガンダムくんに教えてもらえや。ワイはそういう経験ないねん。実際盾持ってないガンダム探す方が大変なんやで、オルフェンズくん。でもゼータのおじきはあれ盾いうかなんや、変形用のパーツですよね。友達の名前が長い子も腕4本あるなら2つ盾持ったらどうや、射撃したいやし欲しいやろ盾、な。というか前は盾ちゃんと持ってたのに今はなんかハサミにしちゃったし、期間で1枚ぐらいちゃんとした盾持っとかな、兼用ですんで。自分そもそも戦闘回少ないんで、あんなハサミ竜やってたら危ないやろ、悠長なことせんとぶっ刺したら次いかんと。最近の子は武器がついてないと嫌なんかな、X 君を振るのかしたって真ん中パカー開くやつ。盾でありハサミであるグシオンリメイク振るしてはわかる、X はなんで盾でありライフルなんてものを持っているんだ。G セルフ君なんか見てみぃ、盾使ってエルフブルを真っ二つにしよったで。ふふ、兄さんシールドは男の最後の武器ですよ。構えて突っ込めばイチコロですからね。
ダブルオークんとこは円形のシールド貼ったりビットがシールドだったりしとるな。手で持てないなら尻尾にシールドつけてみようか。攻防一体の万能アイテムの完成や。あの世界雑魚でも硬いんやし、意外と器用なオルフェンズくんなら、尻尾で相手捕まえて即席の盾剣ドンキ作るくらいできるんとちゃうか。手持ちの盾はないけど、突き刺した敵機を玉よけの盾代わりにしてそのまま蹴り飛ばして、質量弾として使ったりはしてるバルバトスくん。盾は基本消耗品なので鉄火弾の懐事情を考えてなるべく現地調達。最初から持たせて重くなると推進剤の消費がかさむ、コストがかかり行動時間も短くなる。ドンキ強いんならなおのこと盾は大切やで。スパイク付きの盾とかなら似合いそう。オルフェンズくん、盾はやっぱ必要やで。君の弟のガンダムーバルくんを見てみ。凶悪そうな面やけどライフルと名のついた武器とシールド持ってるで。盾を持ってないガンダムなんてヘビーアームズくんとかレオパルドくんとかバスターくんといった砲撃組で、近接組だとノワールくんくらいしかおっちゃん思いつかんぞ。ヘビーアームズは緑のやつ以外持ってるだろ。ウィングくんのとこは映画だと映ってへんけどな。テレビと同じ機体だから全員シールド持ってることになっとるんやで。ピクシーのおじきは、エイジの兄貴も進化するごとに盾捨ててますぜ。そういやエイジの兄は最終的に銃剣盾一体武器とワイヤーくるくると、Cファンネルでシールド形成なのか、どれも便利やな。オルフェンズくんもライフルとサーベルとシールドの3種の神器の一つくらいは持たなあかんで。バルバトスくん一つも使ったことなくてダメだった。使いこなせなかったとはいえ、武器を一切持ってないビルドバーニングでさえライフルを一回使ったことあるのにね。でかいメイスが盾代わりなんすよ、時期。しかしオルフェンズくんとこはあれやな。なんでもありなようでいてあれこれ縛り多いのが不自由そうで大変やな。これでも投げて元気だしや。オルフェンズくんの世界では防御には役に立たんけども、ぶん投げればなかなかいい力しとるんや持ってき。盾なら自然のみんなが持ってますさかい。自分は若者なんでサーフボードがあれば十分ですんで。アイタイプ、やめときやめとき、あいつは影が薄いんや。おじき、俺らどこまで行っても当たって砕け散る鉄砲玉なんでさ。そんな俺らに盾なんて不要の長物なんです、わかってくだせい。オルフェンズくんもオルフェンズランスくんや緑虫にいいようにやられてええとこないなぁ。ていうか君の友達の羽オルフェンズくんなんやねん。あれほんまにガンダムなん、ええとこなさすぎやろ。羽オルフェンズくん自身は最強ずらしてないんだよなぁ。インチキシステムに頼らない最強の中の人に応え続けた分、純粋な高性能機だよ。インチキもクソもついてった奴らが悪いだろ。何言うとんねん。革命軍を騙したインチキシステムって何？本当に何もなかったじゃん。まるでマッキーの心の声みたいな逆ギレ。